中国的政权是一个中国の政権は独裁政権なのでしょうか。中国政府は共産主義国家だと自負していますが、学者からは中国が独裁なのは間違いなく、どのような独裁政権かが問題だと指摘しました。最近、ラジオフランスインターナショナルは、中国は独裁制国家なのかと題する文章を発表。作者のフェルメール氏は、この問題を広く投げかけました。欧米の政治家は中国を独裁国家だとは呼びたがりません。中国を怒らせたくないからです。しかし、中国が独裁ではないといえば、世論の非難を浴びることになります。通常、独裁の定義とは、一人あるいは一つの集団が政治、社会、財政と軍事力を独占することです。フェルメール氏は、この定義にのっとれば、中国は独裁政権に間違いないと断言。中国共産党は権利一切を牛耳る典型的な独裁政権です。しかも報道の自由もなく違法な逮捕も日常茶飯事。信仰の自由も保障されていません。フェルメール氏は中国は警察が治めていると指摘。全体主義かつ独裁主義であると結論付けています。別の見方をする学者もいます。ポスト集団主義、右翼独裁主義、新たな集団主義体制などです。ただし、どの学者も中国は独裁の変異したものだと認めています。中国人からは、毛沢東時代は個人独裁で、今は集団独裁だとの声が上がりました。過去是一個人統治、現在就幾個人統治、就這樣一點區別。那麼他的統治方式呢、一言倒、就是說我認為對。统治者认为对的就是对的，错的就是错的。你不能损害我的统治，你损害我的统治，我绝对是用过去一样的手段，监狱、抓人，啊，甚至就是说，各种方面的压迫你、打压你。別の見方をする中国人もいます。现有的政治制度，我们把它命名为秦西史制度。秦始皇的中央集权，加上希特勒的军国强权。加上斯大林的血腥恐怖，在糅合起来的一种制度，就是所谓的中国特色的社会主义。このような政権の下では、大多数の庶民は苦痛や抑圧、恐怖を感じると強調しました。我作为一个啊，这个书生，或者是作为一个公共的知识分子，那讲话啊、发言啊、啊写文章啊那种。从发自骨髓里面的恐惧，要反复的自我审查，生怕哪一句话啊讲错了，就可能给自己带来牢狱之灾。在这样的状态，怎么可能有一种幸福感呢？啊，只能是一种挫折感，一种失败感，一种压抑憋屈。人権派弁護士の賀来国定さんは評論の中で、中国共産党政権は未曾有の罪を犯した。暴虐な政権だと指摘。在全世界各国共产党当中，中共暴政是最残暴、最下流、最无耻，也是最野蛮的暴政。对这样一种暴政，它完全不具备任何和平转型的可能性，更何况呢，专制政权它不可能转型，也不可能改良。所以中国人民呢，必须彻底抛弃一切幻想。依赖中国人自己。新唐人テレビがお伝えしました。京城石开，捐助新唐人，了却您久远的中国夙愿。